はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日のお客様はくせ毛とあと髪の毛のボリュームで悩まれてるお客様で、オーダー的には軽やかに見せて垢抜けて、でなおかつ乾かすだけでまとまるような髪型にしたい、こんなオーダーでした。癖で悩んでいる方が結構短くしちゃったりすると結構広がってしまう恐れがありますので、そんな方でもまとまりやすい、だいたい鎖骨ぐらいの長さでカットしてみました。その点を踏まえて本編を見てください。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今日カットでどんな感じが希望ですか？はい、もう長すぎるのでとりあえず短くっていうのと、いつもはカットと一緒にパーマもしてて、はいはいはい、でパーマで、この癖とかが分からなくしてるんですけど、うんうん、カットだけで、はい、なんか朝のスタイリングとかも楽なような感じができたらなって思う。癖、まあ、ちょこちょこある感じですね。そうなんです、うんうんうん、なんでいつもパーマで隠しちゃってたんですけど、パーマと一緒にしてちょっと癖でごまかすような感じを。そうですそうです。あ、なるほどなるほど。ただここら辺まで全部、うん、パーマの毛1年半くらい切ってないので、ね、うん、この残ってるのが全部パーマ。なるほどなるほど、うん、こっから上が地毛って感じですね。そうですね。なるほど。結構でも短くしたい。短くしたい。どこら辺まで切っちゃってもなんか平気ですか？なんかあります？ギリギリ結べるぐらい。結べるくらいがいいかな。でも下ろしても、はい、例えばなんですかね、あんまりこう変に跳ねたりとかしないぐらいの長さがいいかなって感じですか？そうですね。あとは最悪下短めで上、うん、こう長めでかぶせて、うん、上だけハーフアップみたいに結べるのであれば全然下はすっごい短くても大丈夫。なるほどなるほど。多分めちゃくちゃ短くすると多分めちゃくちゃ広がりも多分出てくるじゃないですか。そうですよね。多分長さ的に一番下ろしてベストなのがこの辺り、はい、この鎖骨ぐらいあたりかちょっと下ぐらいの方がまだ下ろしてベストです、うん、で、これ以上切っちゃうと、うん、結構ここら辺が毛先がぴょんぴょんと跳ねちゃうので、うん、跳ねてもいいんであれば、うん、全然短くしちゃってもいいんですけど、あとはあれですよね、外跳ねになるように切るかですよね。外跳ねになるように切って、うん、で跳ねさすっていうのであれば短くしちゃっても全然いいかなと思うんですけど、うん、いや跳ねさしもできるし、うん、ちょっとこう普通に収まる感じでもできるってなると、うん、このぐらいの長さが一番ベストですってなると、はい、若干ここまで残るので、うん、パーマ気持ち残ってます。だったら毛先は扱いやすい。扱いやすいかなと思うので、だからまだちょっとこれ活かしつつ、うん、今よりもスッキリして、はい、あとはこう、まあ、癖をちょっと見ながらバランスよく切っていいですか？はい、はい、お願いします。わかりました。あとできたら前髪を作りたいです。おお、はいはいはい。前髪をもうなんか前髪ないのに飽きてきたので。なるほどなるほど。作るというのともう下ろして作っちゃう方がいいか、もうなんかちょっとこう流して。ちょっと流して。で耳にかかるかかからないかくらい、それだったらあのピンとかでも上げられちゃうんで、ね、そうですね。気持ちじゃあこの辺りぐらい、はい、だいたいまああのお口ぐらいの辺りで切っちゃったら、はい、結構かぶせてあの耳にかけれたりもするので、はい、じゃあそれぐらいでちょっと切っていきましょうか。はい、はい、お願いします。わかりました。あーでも綺麗にパーマかかってますね。でも1年半前1年半前残りやすいみたいなんですよね、パーマは、うん、癖がちょっとある方は、うん、なんか残りやすい感じがあるので、うん、で僕も癖っ気なんですけど、うん、結構かけたらなんか癖なのかパーマなのかちょっとわからないって感じが、うんうん、結構残ってます。残りますよね、うんうん、切ってもブリーチしても残ってます、ね、うん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 、切っちゃいますね。はい、お願いします。頭皮のお肌と一緒の一枚の皮でできてるんですけど、うん、頭皮に化粧水つける人いないんで。いないですね。大丈夫ね。少しずつですけど人気が出てきて、次はくせ毛用のトリートメント。くせ毛をなくすとかじゃないですよ。くせ毛を生かす。うん、どちらかというとくせがあるとちょっとパサついてみるじゃないですか。うん、なんか痛む。
うん、それをちょっと潤い出してくれたりとか、うん、なんかそのウェーブがめちゃくちゃ綺麗に出るように作られてる、うん、あのトリートメントです。すごい。なかなかね、癖毛用っていうのはないんで、なんか癖毛をネガティブなやっぱりイメージで捉えてるようなやつが結構多いんですけど、うん、いや結構ポジティブに、いや癖毛も可愛いよ、うん、コンセプトで作られてる、うん、髪の量は、はい、軽い方がいいとか重い方が好きとかあります？軽い方がいい。ちょっと軽い方がいい、はい、ちょっとだけ軽くします。はい、あのこう見た時に結構ここにわさっとなるので、これちょっと収まり出るようにちょっと切りましょうか。はい、前髪もセンターとかでいいですか？あ、もうセンターで大丈夫ですか？なんか全体的に同じ長さみたいな感じってわかりますかね、うんうん、分け目なしで同じ長さでこうどこに行っても大丈夫みたいなのがいい、うんうんうん、なるほどなるほど。これで別にこっちにやろうかこっちにやろうかあんまり変わらないぐらいのになってます。ただもうちょっとだけ幅を増やしてもいいですか？はい、大丈夫です。ここでちょっとこういう風な毛流れが出るような、うん、やっぱこう前髪が今っぽいので、うん、そういう風にしたいなってちょっと思ってます。はい、お願いします。はい、広がりも全然違う。本当右と左で全然違う。違いますよね。なんかもう見た目からこっち量多いんだろうなって分かりますよ。だいぶ頭が軽いです。うん、本当なんか何にもしなくてもある程度綺麗にカールも出るし、まとまりも出ると思います。それが一番ありがたいです。うん、めちゃくちゃ変わりましたよ、うん、でもなんかこっちの方が癖強いですよね。なんかその場所によってはもちろん違うんですけど、うん、でも耳にかけちゃえば一緒ですもんね。確かにこっちの方が強いここからあります、うん、ここないです今見て、あれこっちストーンってなってる。こっちは耳にかけちゃえば、そうですね。癖とバランスとかも見た上で、多分このぐらいの量感の方がいいかなと思います。ちょっと触ってみてください。これでも結構だいぶなくなってると思います、うん、すっごい軽いね。先もちょっとでもわざとパツン感もあったら欲しいですね、うんうん、でないとこれが全部、例えばギザギザになってると、うん、パサついて見えてくるんですよね、うんうんうん、血の濃さは中で切ってます。まあそんな気にならないぐらいにはしてるんですよね、うん、でも全然前回のよりか、うん、格段に変わる。あ、本当ですか。なんかつけてもいいですか？はい、って言ってもオイルをつけます。はい、リンゴ系の匂い大丈夫ですか？あ、大丈夫です。めちゃくちゃいい感じです。やっぱオイルつけるとまとまりますね。そうです、そうです。ちょっとまだ見え方が違うじゃないですか、うん、めっちゃいい感じでパーマと合体してます、うん、よかったです。はい、本当何もしなくても決まりますね、うん、マジで乾かしただけですもんね。何もしてないです。乾かしてオイル塗っただけです。基本的にあんまり何もしたくないです。まあ、できればまあ、パーマもちろんかかってる方だ。全然違う。めちゃくちゃズッキリだ。だいぶ楽になる。ですよね。シャンプーこれでワンプッシュですね。あ、いけそうですよ、本当に。後ろをお見せすると。
全然違いますよね。これ別に何にももう本当に乾かしただけです。こっから下が多分バーバーかかってるから。はい、こんな感じでカット終了しました。だいぶ印象変わってるかなと思います。今回気をつけたポイントは本当にね、根元の癖と毛先のパーマ、これのバランスをちょっと気にした上でカットしてて、であと顔周り、前髪をねちょっと作ることによって垢抜けて軽やかな印象になります。癖毛で悩んでた方だったりとか、ちょっと髪の毛の量が多い方、ぜひこの動画を見て参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。